髪の長いおめえに言ってんだぜ俺はよ。なんてこった、こいつこの私の方を探知するために自分の舌を。つうことはよ、サメ使いはその隣の野郎だな。顔色悪いぜそっちの野郎の方がよ。スカーロ、クラッシュを戻せ。すでにやっている。下水管を移動してあの井戸のところまで来ている。しかしここには水がねえ。ナランチャの近くまでジャンプするための水がねえ。てめえが、うん、ジョルノを連れてった野郎だな。これで水ができただろう。スカーロ、ほんのちょっぴり予定通りではなかったが、勝利には変わりがない。俺たちの勝ちにはな。ボスの命令、そんなことはもうどうでもいい。親衛隊としての任務が動機で奴をやるのではない。ティッツァーノ、俺はお前のために奴を始末する。ナランチャの仲間も皆殺しだ。粉々にして償わせてやる。全員にクラッシュ、食い破れ喉を。どう思うのか。これ好きの、これ好きのことでよ。俺たちはよ、このヴェネツィアを何事もなくみんなで脱出するぜ。それじゃあな。ボロレビア。裏切り者のくせにボスに始末される運命の、未来に絶望するしかない者のくせに、何なのだこいつらを突き動かす、まるで希望があるかのような精神力は、一体左前方、何者かが来る。向かってくるぞミスター。そこで止まるんだ。勝手なことを言わしてもらうが、この飛行機に近づく者はたとえ成人だろうと射殺させてもらう。成人ならよ、ここに来るはずはねえし、自分の幸福を願うならよ、飛行機に背中見せてこの滑走路から消えるんだ。耳クソが詰まってるんなら別だが、よく聞くんだ。もう一度だけ警告するぞ。見逃してやる。そのまま這いずってこの滑走路の外に出ろ。スタンド使いだ。セックスピストルぜ。ジョルノ、ナランチャ、他の敵に用心しろ。負傷も頼むよジョルノ。危なかった。これでピストルズみんなも復活してくれるよ。少し右側にどいてくれないかナンバーファイブ。え、いらぬ心配かもしれないが、確かチョコラータと名乗っていたっけか。奴はひょっとすると。お前、死んだふりをしているな。そしてお前は考えている。ジョルノ、僕がそこまで登るより早く、あと数センチ体を動かすことができれば、そのまま堀の下へ落下して逃れることができる。カビを再発動、勝利は自分の方だと。確かに正直言って今僕の右肺には穴が開いている。鎖骨下静脈が切断され、
肋骨が4本、右上腕骨、右手骨が砕けている。そこまで素早く登っていけるかどうか怪しい。だが僕のスタンドはゴールドエクスペリエンス、射程2メートル以内の近距離パワー型、一瞬早く叩き込めば確実にとどめを刺すことができる。死んでるって、頭をぶち抜いたんだぞ。かもな。そのままじっとしていれば戦闘不能にはなってもらうが、何もしないと約束しよう。一つの選択だ。さあどうする？今から登っていくぞ。そこへ近づくんじゃねえぜ、後ろ見ろこのマヌキが。取った、ミスタとカビを人質に。このアホが、おめえがベラベラやってる暇に木の陰から左腕をぐるっと回り込ませたのに気づかなかった。やだな。これからミスタの喉をかっ切る。俺を追跡したらもうミスタの治療はできなくなるぜ。ミスター、やはり俺の勝利だ。くらえ。確かに喋ったのは時間が欲しかったからだ。さっきお前をぶち抜いた弾丸が成長してお前の傷穴に帰るのを待つ時間がな。お前の頭に残った破片は弾丸を引きつけてクワガタに戻った。プロペラを狙って蹴り上げた時与えといたんだ、ゴールドエクスペリエンスの生命をな。お前が死んでようが生きてようが、お前のとどめを確実に刺すためにな。先にじっとしてれば見もしないって言ったくせに。自分を知れ。そんなおいしい話があると思うのか、お前のような人間に。なんてひどい野郎。お前の鼓膜は破壊された。地中を進むというオアシスだったっけか。耳というレーダーを失ったその能力はもう役には立たない。俺の鼓膜を破ろうって気だな。耳を失えば力進めねえと考えてるだろ。くだらねえ考えだぜ。来るな、俺に近づくじゃねえ。命までは取らない。だがコロッセオの男のことを知られたからにはこのまま逃がすわけにはいかない。しばらく再起不能になってもらう。てめえ、この俺を再起不能にするつもりだな。そばに来るんじゃねえ。もう喋るな、話が噛み合わねえ。夜ねえ。やった。てめえが攻撃してきた瞬間、俺はこの小僧をどろかする。それをおめえにぶつけて逃げる。子供を殺したくはねえだろ、ボケ。予定変更だ。一時はボスを倒そうと思ったが、組織にこのことを連絡して俺はボスから褒美をもらうだけでいいや。俺はやっぱり組織に仕えた方が気楽でいい。おい小僧、タクシーだ。手を上げてタクシーを止めろ。おめえが止めるんだ。おい、聞こえてんのか。ああ、ガキが、早くタクシーを止めんだよ。
ブチャラテ何動き出してんだ俺の言ってることが聞こえてねえのかよおめえの射程は2メートル以内間合いは十分理解しているミスって足を痛めたから逃げられねえと思ってんな舐めやがってこいつは殺せかくよかったやはり届いてねえぞ射程の外だアホンダラが手をかすっただけが何ぜんばくちまった俺の喉が予知するまでもないことだったが予測の画像ではブチャラティが僕のような子供を犠牲にすることはないことだったやばい解除しねえとありゃボガーラーチョロラーザチョロラーザそこにいたのですねボスそんなところにそいつの体なんですね眠くなって魂が引きずり出された瞬間このままだとまずいから行くと言ったのは確かにそこにいるのならボス完全に僕たちの勝ちだでも寂しいよまたいつものように電話ください。